シームズ。一つ取る。なくなっちゃうよ、ケーキ。食べて。お話盛り上、あれ？恋愛プラスになったね。で、食べた。ねえ、食事に呼ぶ。呼んで。ここで封とかしたら怖いからな。ケーキ問題。ケーキ問題を。ああ、子供ちゃん一人になっちゃった。かわいそう。遠くから話しかけておく。もう家族じゃん。もう家族ですね、これ。すごいなんか溶け込んじゃってるんだけど。恋愛コマンド、こんだけ仲良くなったんなら、恋愛コマンドやっても大丈夫なのかな？わかんないんだよな。でも優しそうな一家だよね。一体絶対どうやってこのお家を手に入れたのか。ちょっと気になるところは、おお、あ、夫婦なんだね。なるほどね。いいね、いいね。もうすごい仲良しじゃん。ケーキ食べないし、食べな。片付ける。お腹空いてないのか。なんかいいね。大きいお姉ちゃんと小さい。まあまあのパーティーだったね。これ帰れってことかな？ そういうことかな？いやー、ちょっといいね。独身だということを知りました。これさ、アリスタちゃんをしばらく放置しといたらいきなり結婚されるってこともあるのかな？誰か別の人と。まあでもこんだけもう緑これ以上上がらないですからね。正直。もう。マイケル褒める。あ、トイレ引っかかってる。よし。それちょっと、待って、仕事大丈夫？トレーニング完了してる。3日の有給、あれ？金曜日。今日だけ休みなんだよね。そうだよね。いや、いいじゃん、いいじゃん。誕生日迎えたから大人になった楽しさ減ってるな。は！見てください、上を。ハートのピンクのゲージが、これ生まれましたね。ってことは、もうこれやっても大丈夫っていうことなんじゃないのかな。惹かれてることを打ち明けましょう。付き合う云々ともかく、ちょっと恋愛コマンド、キャリアについて聞く。まだ仕事してないでしょ？惹かれてることを打ち明けて、外見また褒めて、っていうことをして、やっとなんか入り口に立ったよね？多分ね。あ、テレビだ。怖い。何も映ってない。いや、何も映ってない。テレビを見ている。ポルターガイストみたいな。あ、消えた。幽霊見えるのかな、この子。この子の誕生日にも呼ばれたいな。よし、オッケー。じゃあ、もう、いいよね。あ、私たちもトイレ、私たちじゃないや。ココナッツくんもトイレ借りれば、一応しとこう。トイレしといて、いやー、いいね。これはもう、そういうことか、なるほどね。ティーンだと恋愛はダメなんだ。まだ喋ってるな。仲いいね、あの子と。いや、これ学びましたね。だから出なかったんだね、恋愛系のが。そうか。オッケー、じゃあ、口説き文句。聞かないで。もう、すごいピンク上げていくことにも、集中しますからね。なんですけど、手をつなぐ、外見だよね、やっぱりしばらくは。しばらくは外見上げて、とりあえず少しもうちょっと上げないと、なんか一気に下がることもね、なんかある気がするんだよね。渡辺くんときそうだったんだよね。お母さんと仲いいね。なので少しずつピンクを上げていきながら、外見褒めつつでやっていって、で、バラを差し出しましょう。お金稼いだんだね。で、明日は仕事なので、そうだね。で、バラを、もう絶対もういいよ。この二人仲良しになれると思うので。ファーストキスはまだダメだな。ファーストキスは早い。
待って待って。何してんの？何の泊まりこれ？何泊まりですかこれ？二人っきりになりたかったのかな？あ、バラ差し出してる。いいね。もう一回、もう一回ちょっと差し出して。ちゃんと取れなかったから。バラを差し出してもらって。いや、もうなんか、くねくね、くねくねしちゃってさ。すごいなんか、いい感じになってません？ちょっと大人になるの、待ってましたみたいな。ねえ。いやー、いいじゃん。まあ、でもこの辺にしとくかな。あんまりね、大人になった途端にグイ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 したら気持ち悪いので。仕事のこともあるので、あ、家帰りまーす。ピピー、終了。とりあえずここまでですね。いやー、いいね。すごくいいですよ。うん。今回いろんなこと分かったし、このタイミングで、アリスたちは大人になってくれるっていうね。すごい奇跡が起こったので。これはあの子と仲良くなれる日は多分間違いなく時間かければ絶対ピンクマックスになれると思うので。なんですけど、ちょっとね、ペットの場所に行ってみたいので、うん。仕事が終わって次の休みあたりにちょっとペットワールドにね、行ってみようかなと思います。はい。アリサちゃんとデートじゃなくって、一人でね、うん、行きたいかな。いやー、面白くて、ずーっと遊んじゃいますね、シムズ4。はい、ですね、あれから日数が少しだけ経ちまして、二日ほどかな？で、今日がですね、仕事が休み、月曜日なんですよね。なので、まあ、お伝えしていたように、ココナッツくんのご飯と、まあ、終わりましたね。終わったので、今回はお出かけをしてみたいと思います。はい。動物のところですね。そこに行ってみたいと思うんですが、多分この出かけるで行けると思うので、食べたかな？よし、じゃあ早速出かけてみましょう。今回は一人で行きたいと思います。初外出なんでね。アリサちゃんとはね、結構上がりまして、ハートが半分ぐらいなってきました。さあ行きまーす。一人でお出かけでーす。さあこのマップに来ましたね。では今回行くのは、まあ、このマップもね、ちょっとまだミュージアムしか行ってないので、まあ、この辺もね、ゆくゆく行きたいなとは思うんですけれども、今回は、この大陸ではなくて、こうかな？ワールドを選択する。そして、この課金した、この、ベイですね。さあ、ここに行ってみましょう。犬と猫が映ってますね。かわいい。可能なら、なんかね、難しい条件とかなくて、可能ならば、ペットをね、飼ってみたいなと思うんですが、どこに行けば猫だまり。ちょ、この灯台にも行ってみたいんだよね。ミュージアムか。デッドグラスアイルっていう場所なんだね。うんうん。謎の座礁事故が起きた場所なんですね。世界的に有名。この灯台とか入れちゃうのかな？なんですけど、ちょっとまずはペット、ワンニャン病院。どこに行けばいいのかな？犬に優しい。猫って言ってたから、この辺かな？姿が見た人気スポットです。お気に入りのたまり。これは住んでる人ですかね。動物と一緒に住んでるのかね。今なんか猫のマークがありますね。飼い方わかんないんだけど。じゃあ、ちょっとここにじゃあ、行ってみようかな。塩辛ワンニャン酒場。行きます。昼間から酒場ですけど、ワンニャン塩辛酒場っていうだけあって、動物がうろうろしてるんですかね。いや、めちゃめちゃ楽しみなんですけど。